これが、これがワンセットで、で、これが4つでいきますから、そうすると、1、2、3、4つと、縦に。で、これも事業別に、お風呂屋さんと、太さんと、介護、3つですね。3つですね。で、その3つ、1、2、3と来て、これがワンセット、これが3つ。これ全部7つですかね。7つの PL、BS のセットをでっかい紙に変えて、で、こうやって矢印を引っ張ります。やると全部わかります。細かい数字は、基本的に書かなくていいですから。それに入れるとぐちゃぐちゃするんで。そうですね。あっても、これが7つあるようなんですよ。そうすると分かりづらいじゃないですか。でっかい方眼紙こうできて、こんぐらいで。こういう図でやっていくと、多分分かりますよ。完